親知らずを抜歯してきましたよ。どこの親知らずを抜いたの？左の下です。右側の上下の親知らずを両方いっぺんで抜いたことがあるんだけど、そん時より腫れたね。横倒しになってる、左方の下側の横倒しになってる部分です。歯肉、ピンクの線が歯肉なんですけど、このピンクの線の歯肉を割り、かぶさってる骨を削り、横倒しになってる親知らずを最終的にですね、4分割でしたよ。4分割して取り出しました。掘削したよ。うまいようにやってもらったと思うんですけど、それでももうむっちゃ腫れてる。今日は、まあ、一番ひどい時よりマシです。空気を入れて片っぽの方を膨らませてもらって、力いっぱい、その 1.5 倍腫れる。自力では到達不可能なくらい腫れる。結局その3時間ぐらい格闘したんだけど、そりゃそうな、途中さ3回ぐらい休憩させてもらったんだけど、口閉じてってか先生も休憩が必要だからさ。そう、大手術だったね。割と先生がだって途中からコルセット巻いてた。ちょっとすいませんね、私の腰の方が先にダメになっちゃうかもしれないから、僕コルセット巻いてきていいかなって言われて。親知らずって横倒しになってる上になってるから、こうズボって抜いてくるのが難しくて、結局割りながら砕きながら抜くしかなかったんだけど、こう引きずり出してちょっと砕いて引っ張り出して、引きずり出してちょっと砕いて引っ張り出してみたいなのをしなきゃいけないってことなんだけど、その引きずり出すのがもうめっちゃ力仕事なわけ。もうギューみたいな。そりゃ腰も言わせよっていう。最初の方に、じゃあ今からこの歯肉の方をまず印つけて切って裂いていきますね。あ、今からじゃあここ割って開いていきますね。じゃあ骨をまず 2,3 センチぐらい削りますねみたいなことをさ、全部口頭で解説してくるの。ちょっとウキウキで本当にやめてほしくて、私一生懸命やめてやめてってこう目隠しをされてて、当然口も開けっぱなしだから喋れないわけですよ。麻酔聞いてて多分うまく発音もできなかったと思うんだけど、もう必死にこうさ、手の本当体の前でこうやめてやめてみたいなポーズをしてたら、あのコルセット先生が視界にバリアは効きませんよって言ってきて、バリアじゃねえよって、やめろって言ってんだよその解説を。誰が親知らず抜かれてる状況でバリアってすんねん。結局その歯を引き出す段階になると先生も集中して、まあ、てかまあ引き出す、今から引き出しますねの後には特に何も実況解説すべきことがなかったから、こう集中して抜いてくれてて、その後に起き上がったタイミングで、先生痛いの想像しちゃうので先生しないでほしいですみたいなのをさ伝えれたんだけど、うん、いやブチギレにもなるでしょ。別にあのね、冗談とかでやってるわけじゃなくて本気だったらね。いやでも抜けたね歯を見せてもらったんだけど、結構でかいね。視聴者プレゼントにする？もう本当に嫌だ。